ワイルドヒーローズ、負けに行くんじゃねえ、勝ちに行け。いいか、絶対勝つまで負けんな。どんだけボコボコにされても、てめえで負けって決めなきゃ、それはいつでも勝つ途中だ。って、まあ、とにかく熱いドラマではあった。うん。ただね、あの、Who Are You の仲間たちがグータッチしてるっていうのは、まさか GTO のグレートティーチャー鬼塚のウィースを彷彿とさせたいのか。ね。まあね、鬼塚英吉を演じてたのが、エグザイルのアキラで、今回は初主演となる、タカヒロをはじめ、黒木啓司、佐藤大樹、そして三代目 J ソウルブラザーズにも所属の岩田貴則と、なんとエグザイルから4人。さらに、劇団エグザイルから、青柳翔、野外周平、八木正康と、いわゆるエグザイルトライブの7人で主要メンバーを固めてるんでね。まあ、他局のドラマとはいえ、利用できるものは利用しちゃおうっていう目論みなのかも。うん、ちなみに、それぞれの役どころは、まず、キーボーこと、瀬川喜一に、高弘、医療機器メーカーの営業、高校時代に最強のヘタレという不名誉な伝説を残してしまった。続いて、ミッキーこと、ミキコウスケに、青柳翔、自転車店、ミキ林業経営、認知症の祖母がいる。そして、テンテンこと、林田則明に、黒木啓司、クリーニング店、林田クリーニング経営、出産間近の妻がいる。チョコこと、佐伯俊太郎には、岩田貴則、カラオケボックス、うらら店長、おばさまたちに人気。ピーちゃんこと、神戸剛に、八木正康、長距離トラック運転手、家事が苦手な妻と結婚。ポンジャラこと、徳井鉄平に、野外周平、スーパーの万引き G メン、ピーちゃんと気が合う。で、それから、新たに仲間に加わった、里島徹には、佐藤大樹、ミッキーの自転車店によく訪れていた。しかし、それにしてもね、日本テレビが、日曜夜10時台に新設したこの日曜ドラマ枠、うん、まあ第1話は拡大スペシャルということで10時スタートだったんだけど、普段はなんと10時半からの1時間という、まあとにかく中途半端な時間枠、うん、まさに攻めの編成。というのも、実は日曜夜10時台といえばね、ベストセラー小説を有名映画監督で映像化するワウワウのドラマ W や感動作品をコンセプトにした NHKBS プレミアムのプレミアムドラマっていうね、質が高いと評判のドラマがすでに放送されてるわけで、うん、いわゆるドラマファンなら視聴環境を整えてね、しっかりとそっちを楽しんでるはずで、そんな中、30分放送時間の遅い、この新ドラマに興味をどれだけ持ってくれるのか、ね。ということで、とにかく気になる初回の視聴率なんだけど、9.7 となかなかに微妙な数字。うん。で、さて、そんなワイルドヒーローズに、毎度おなじみのあの方からメールが、関西人の私にとっては、キーボーという言葉が登場するたび、頭の中に西川清さんがちらちら登場してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。ワイルドヒーローズ第1話、最もワイルドな感じが印象的だったのは塚本隆さんですね。彼がここまで悪い役を演じるのも珍しいように思います。まさにワイルドでした。ワイルドなんとかというタイトルのドラマや映画が増え始めたのは1970年代以降です。今もワイルドスピードシリーズの最新作が公開中です。おそらくワイルドという言葉が何かと期待感を持たせるタイトルにぴったりなんでしょうね。その原点となり頂点とも言えるのが1969年に公開されたアメリカ映画ワイルドバンチです。5人の強盗団を主人公にした西部劇です。他の西部劇と一線を画すのは流血の量とスローモーションが多いことです。後にも先にもこんな西部劇はありません。しかもそのラスト、一人の仲間を救うため、4人の主人公が死を覚悟の上で100人以上の敵に向かって行きます。壮絶な銃撃戦が始まる前の一瞬の静けさと死を予感した不敵な笑みは、これぞワイルドの真髄と言ってよいでしょう。何度見てもその男たちの生き様にゾクゾクしてしまうのです。まさにワイルドヒーローズの原点がここにあると言った感じなのです。
つまりワイルドなんとかという作品の肝は、内容が何であれその男たちの生き様にゾクゾクする瞬間があるかどうかといったことだと思います。ワイルドヒーローズは日曜夜10時台に新たにスタートしました。新しい1週間の始まりをゾクゾクさせてくれるかどうか、これからの展開に期待したいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにもワイルドヒーローズ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。